越前坪室町時代箱根美術館像越前焼きのとっくり越前焼きは福井県入宮越前町の主に宮崎地区、小田地区で焼かれる陶磁器。鉄分の多い土を使い肌色は黒海色から赤葛色まで変化し黄緑色の自然油が流れ落ちる美しさが特徴である。もともと水器を焼いていたが平安時代末期に床鍋焼の技術を導入して 焼き締め糖を作り始めたのが始まりとされる。最初に釜が築かれたのは越前町小祖原だったと言われ、初期の越前焼きの生産は床滑から来訪した投稿の集団が行っていたと推測される。高温焼成で茶褐色に焼き締まった越前焼きは上薬を使わなくても水を通さない丈夫な焼き物という特徴から主に亀や すり鉢などの日用雑器を中心に生産されていた。室町時代後期には北前船によって北は北海道、南は鳥取県まで運ばれ、越前焼は北陸最大の養業産地として最盛期を迎える。しかし、江戸時代中期になると瀬戸焼などに押されて、越前焼は次第に衰退し、生産量も縮小する。その後、江戸時代後期には、 カ口やトックリなどの食器類を焼いたり、明治時代には、しがらき、瀬戸、美野、くったになどから投稿を招き、時期や色絵等などを取り入れようとしたが定着せず、明治時代末期から大正時代にかけて、鎌元の廃業が相次ぐ。昭和時代に入ると、水野久右門と小山藤尾によって、発掘調査と研究が進められ、1948年、小山藤尾が、 越前焼を日本六雇用の一つに数える。1965年、福井県洋業開発振興協議会において、県内で生産される各窯元の焼き物の名称を越前焼に統一することが決定する。1970年、福井県の支援の下で越前陶芸村が建設され、多くの投稿が訪れるようになった。今日では、 若い感覚の作品も多く見受けられるが、基本は古くからの焼き締めが中心となっている。1986年に通商産業省から伝統工芸品の指定を受ける。2017年4月29日、越前焼きは丹波立食い焼き、備前焼き、瀬戸焼き、床滑焼き、しがらき焼きと共に日本六雇用として日本遺産に認定された。ありがとうございます。